ナビデッドラマドンやっていきましょう。なんか上にチラッと見えたんだけど、いくぞーと。わ、ダメか、これはダメなんだ。なるほどね。ってことはさ、なんかあるんだよね。スター、スター発見。またまたスター発見しました。ちょっとまさか全部扉、え、まさかスターが必要警戒。ええ、これさ、もしさ、うろうろして左側落ちても、皆さんこんにちは、こんばんは、アスカです。今日もスーパーマリオメーカーやっていきましょう。ビンマリオスピンやっていきましょう。レッツゴー。はい、スピンスピン。わー、これ強制スクロールじゃないかい。あー、これむずくない？いやー、ちょっと面白そうだね。初っ端から面白いの来たよ。はい、なにこれ。はい、はい、タートス来た。なに、うわー、これ、はい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 、バック方式なのね、あなた。した。はい。くそー。大丈夫。トゲなんてない。よっしゃー。はい。よっしゃ。上。はい。はい。はい。右。右。はい。よし。ちょっと休憩。あ！ワン、ツー、スリー！オッケー！あ、右か。はい。よし。来ました、来ました、来ました。来るよ、絶対トゲ来るよ。うっそー。はい、で、ここも、スピン、チョン、乗って、スピン、あ、スピンだ、スピン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 。やべえ。これ乗って大丈夫？ダメだよね。よし、チョン、ケイッサ、やってまいりました。はい、スピン、チョン、チョン、チョン、ここから楽勝だぜ。絶対大丈夫。よし。おしゃしゃしゃ、もろった。もう、やられるわけにはいかないんだ。うれ？で、こっからが、重要ポイント。はい、こ、ちょ、ちょ、で、ジャンプーで、ちょ、ちょ、ジャンプー。あ、早く来て。はい、来た、カメちゃん。いいや。うっそ、カメふざけんじゃねえぞ。おい、カメ。責任。本当はね、すごい怖かったんだよ、私。はあ、変な人出てきてごめんね。よし、おっしゃ、もうゴールでしょ、ゴールでしょ。あれあれ、うー、オッケー、やっと来ました、ゴールだよね。はい、あふふふ、悲しみの舞、やばい。はい、ちょん、はい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 、と。よし。ここも気をつけてね。と。よっしゃ。近いまいります。ちょっと。近くは外枠、アトラクションですよ。結構スピーディーだからね。で、ここは、落ち着いて。はい。はい、クマちゃんゾーン。はい。はい。よっしゃ、ドカーン。入って。よしよしよし。こっからだ。こっからはもうちょっと。はい、や。オッケー。やべ、猫パンチゾーン。猫パンチ。おー、ゴール。はい。やった。一番下でゴール。面白いけどさ、はあ、疲れた。マイケル・マティーニと前全然違う。はあ、面白かった。いいね。はい、お次はこちら、パウ投げっぱなしやっていきましょう。モテんのこれ。初代マリオってモテる？トン三曲、え、ボンバ、麻雀のさ、麻雀のハイじゃないこれ。ちょっとちょっとちょっと、君たち、私はさあ、登っていくのか。それでは、リーチ。リーチして、真っ逆さま。受けるね。トン三曲。ロン一本馬。知らないけど、とりあえず知ってる単語を並べてみる。ポン。どうよ。適当だ。落ちる瞬間、どこにいるかわかんなくなるね。はあ。面白い。このマリオが面白い。まだまだまだ。もう一丁。リーチ。オッケーオッケーオッケー。どこ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 。リーチ。
トン三曲一本ば。はい。なんで、あ、できました。リッチからのポン。ポンって何、ポンって上がりってこと。ドンジャラしかやったことないよ。ドンジャラはね、今日僕はちくわの中身を覗いてしまった。私もやったことある。あ、え、今ので上に登れってか。これか。はい、来た。はい、階段登って、大人の階段。オッケー、よっしゃー、楽勝だね。いったー。皆さん、ちくわの穴から何が見えましたか？お、見えた。私はね、ちくわの穴にね、指を入れてね、食べたことあるよ。続きまして、面白いテクニック集、ハテナの中身が変わる。何になんの？面白そうだね。視聴者の方からいただいたコースになります。ドキドキ。よし、やっていきましょう。まずは、キノコ。いいんだよね、何もないよね。入る。続いては、なんだろうね。おりゃ！キノコ。あ、でもキノコじゃ、ここ通れない。ダメだ。あ、わかった。ちょっともう一回やり直さなきゃダメだね。まずは、こっち、土管入ってからのキノコをゲット。大きくなる。そして、最初の、ハテナブロックを叩くと、ピコン！イエーイ！こういうことですね。ラララララ！どうや？天才だぞ！ちょっと待って、これ、もうとりあえず行くか。わかったわかった。こういうことね。ねえ。あ！え、絶対これ奥じゃない？来たー、取ってよ。あー、やばい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 。ちょっと若干取りにくい。しかもこれさ、下さ、狭いから、ガリガリに当たって小さくなんないとダメじゃない？オッケー、ナイス。私、頭いいでしょ？で、ゲットして、これなんだ？持ってく？絶対必要になるはず。ん？なんだ、あ、ブラックパックンで、うら、よし、ピンコインゲッツ。あ、足りない。あれ、よし、入るぞ。よし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 、会えたね。バイバイ、うら、落ちろ。さよなら。でも会えるよね。これを狙っていたのさ。嘘くさい。ありがとうございます。いいね。はい、それでは今日は終わりにしたいと思います。今日も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。ホワイトデーのお返しをたくさんいただきました。バレンタインのイベントに1300人の方に私ちょっとチョコをね、プレゼントさせていただきました。で、まあホワイトデーね、皆さん返しますね、とお伝えしてくれたんですが、まあ、そんなにね、期待はしてなかったんです。本当かなみたいな感じで。そしたらね、もうトラックいっぱいの荷物が、宅配が届いたんですよ。そしたら全部お返しだったんですよ。ちょっとね、そのトラックとか写真撮りたかったんですけど、ちょっとうっかり忘れてしまいました。で、まだね、すべて開けきれてないんですが、開けて、お菓子は、全部食べます。加湿器とか、靴下とか、パジャマなどをたくさんいただきました。ありがとうございます。あとね、お酒もいっぱいもらっちゃった。嬉しいな。本当に皆さんありがとうございます。1300個作るのは本当に大変でしたけどね。本当に。来年もやっちゃおっかな。それと、今日も似顔絵をいただきました。ダン！これさ、すごくない？超絶セクシーじゃない？少年ジャンプに出てきそうなアスカだね。ありがとうございます。そして最後に、もらった絵の中で一番似てるかもしれない、でん、なんか体つきが似てる。はい、ありがとうございます。
それではまた明日お会いしましょう。アスカでした。バイバイ。